今年の選抜総選挙はヤフオクドームということで初の地方開催になっていますが、選抜総選挙ミュージアムの会場も例年とは変わってこちらアーツ千代田3331での開催となっています。さて早速ですが、皆さんの後方には肖像画が2枚ございますね。はい、指原さんと大島さんと過去の栄光の絵がございますけれども、はいはいはい、もちろん中央にあるこのベールがかかった白いものをどなたかもちろんお分かりになりますよね。高見な、いやいやいや、おかしいな、違うんですか。オープン、イエーイ。あ、出てる出てる、今までで一番見てる、しかも一番可愛くない、可愛い、可愛い、可愛い、絶対描く人変わってるから、描く人変わってるから、いつもとテイスト今までさ、1年も似たことなかったそう、サシコ、マジで似てないよねこれなんか歴代似てないでおなじみみたいな、これむくんでるもんね、やばいよね、これちょっと、ゆうこちゃんも全然めっちゃ似てる、ゆうこもめっちゃ似てる、めっちゃ似てるやん、可愛い、文句しか言ってない今とこ本当に文句やっぱ美少女は美少女になるんだ、いや誰がブスや誰がブス言ってない言ってないここで皆さんに特大の絵馬をお渡しいたします。はい、4日後に迫った選抜総選挙への意気込みを書いていただきたいと思います。いいですか、せーの、ドン、じゃん、泣きたい。おお、何、辛いことあったの？違う、そっちじゃなくて泣いていいんだぜ、泣きたい、そっちじゃなくて、うん、総選挙のスピーチで、うん、全員ほぼ泣くじゃないですか、思った、泣かないよね、私一回も泣いたことがなくって確かに、それは満足して、何、やっぱ感情が別に入ってないってことつまんねえなみたいな、まあ、いい結果を残して嬉しい、泣きしたいなって、はあ、上手、はい、じゃん、万全な体調でスピーチをあ、やっぱあれって体調不良じゃないですか体調不良じゃないんですけどやっぱり今年私も意気込みがだいぶ違うくって、うんうんうん、7位を目指してるの で、はい、で速報では20位だったので そ、ね、そこからこうジャンプアップできたら多分、うん、やばそうだね、やばそうなんですよ、だから体調はとりあえず整えとこうかなとはい、大事、そうです、ね、私、うん、じゃあさっき、はい、じゃん、髪崩し、いやー、うわー、すげー笑顔で言ったね、今髪崩し、そしたらもうさっきこうなっちゃいますよ、もうしこゆきりんに負けへんで、嘘でしょ、おー、いいね、バチバチ、今回は今のところ速報では1位と2位なので、うん、そうだね、実は仲良すぎて最近特に2人の仲の良さがそんなに世間に知られてない、そう、悔しいよね、悔しい、こんなに仲いいのに、すっごい毎日一緒にいるよね、そう、毎日一緒にいる、うん、だからこそ今年はちょっと負けへんで、なるほどね、最後、じゃあ私は努力は必ず報われる、言おうか悩む、いやーだからスピーチですよ、やっぱり、やっぱりね、ね、毎年みんなが悩むスピーチ考えなきゃ、一体今年みんなどんな言葉を残すのか、はい、それやっぱ大事ですからね、ですな、はい、やっぱ去年さくらさん上手かったです、とっても私は思いました、いいこと言ってた、うん、そのやっぱ考えてること考えてないかの差が露骨に出ます、それ誰だよ誰が考えてないんだよいつもさ、なんかどうしても緊張するのもあってさ、うん、難しいじゃないですか、うん、そうね、やっぱりちゃんと決めておいた方がいいんですかね、どうしよう、そうですね、大体は決めといた方がいい、決めといた方がいい、じゃあさくらは今年何用考えていくの、あ、それで、もう神セブン用、おお、宮脇さんと横山さんは具体的に何位がいいとか目標は、言っときなよ、言っちゃえ言っちゃえ、じゃあ 7位も神セブン目標って言ってるんですけど、じゃあ目指すとこ高く5位で、いいじゃん、なんかいい、5位ぐらいか、徐々に上がっていくのがいいかな、そうだね、時間は思うので、さくらは、じゃあ私は4位で、おー